どうもどうも、こんばんは。こんばんは。はい、すみません。どうもどうも、こんばんは。すみません、どうもどうも、こんばんは。こんばんは。誰か回ってるな。誰でしょうね。始まってますよね、これ。始まってますよ。もちろんですよ。音声がね、二重に一なん瞬か、聞こえましたが。ちょっとバタバタしちゃった。今も聞こえてるね、二重に。あれ？あら？誰？どこ？どちらでしょうね。これ、皆さん、少々お待ちくださいね。4人目がおるんかな？怖いな。皆さん、ちょっとだけお待ちくださいね。せっかく。じゃあ、この間に、私が説明しましょうかね。夕それ暮れで者も、のフラ怖いイデー怖ナイト。あ、でも、喋ったら喋ったで、そのままあれか。俺ちゃうかな？俺、あ誰れ？や？聞こえ私、なくなった開いてよ。ないで。私無音で開いてますよ。今、俺らは配信されているのか？配どうなん信でさしれょてますよ。まあ、俺が閉じたら、なくなったから、多分俺や。はい、見つかりましはい。た。見よつかっかりたまでしたす。ね。よかったです。はい、こんばんは。こんばん夕は。暮れ者弱男イントの村上です。稲森です。向井です。はい、ということで、ね、ぐるぐる回りましたが、はい。いつものね、やってくれる中田くんがいない。いないので、こうなったという。てんやわんやです。てんてんややわわんんややでごで。ざいます。はい。来ていただき、ありがとうございます。コメントはい。欄でも、いろいろミートさんがこんばんは、カズユルさんがどもばんは、どうもばんは。さくらさんもこんばんはって、青虫マークかな。青虫マーク？青虫マークで、になりません。あ、ミートさんが待ってますって、音のやつですね。カズユルさんちょっとも待ってねって言うから。犯人はどこにって言ってはるし、はい、で、犯人もうは。は配信されてますってミートさんが教えてくれてました。おおきにおおきに。で、ミートさんが、なるほど、今日は中田さんがいないのかって。はい。そうなんです。はい。不慣れの部分はあるかもしれませんが、無事始まりましたので、やっていきたいと思います。まずはちょっと夕暮れ者のフライデーナイトについて説明させてください。夕暮れ者のフライデーナイトは、京都の劇団夕暮れ者ヨットクイットの面々が、各週の金曜日に集まって様々な企画にチャレンジするという、そんな夜になっております。どんな企画かは、下の概要欄、ご覧ください。はい。お願いします。もうお願いこしんなま早す。く言えるようになりました。素晴らしい。6月でございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ね、梅もう、雨でしょうそうか、です。皆さん。通やけど、あんま通っぽくなくない？あー、それ言っちゃう？どういうこと？梅雨っぽくなさについて話す？今日の企画はですね、でも6月とか言うからさ。そやな。梅雨っぽくないかどうかは地域によるんじゃない？実際、京都は、梅雨っあんぽいよ。まり梅雨、いや、私、伏見は梅雨っぽくない。俺の家は梅雨っぽい。本多い梅雨からちゃいだます。と思って生きてるもん。本が多いからじゃないですか。今日も湿気梅雨が。だって。え？湿気がな、湿気。湿気湿が。気溜まってる。曇ってるって感じ。ミントさんがフライデーナイトの説明も慣れたもんですねって。ありがとうございます。はい。はい。コメント欄もね、ぜひぜひよろしくお願いいたしおま願いす。します。ぜひぜひ盛り上げてください。今日はもうコメント欄の皆さん、今日もよろしくお願いします。あ、カズエルさんは湿気は感じますねって。あ、やっぱ梅雨っぽいんかな。まあ、どっちかというと梅雨っぽいかもしれへデルタん。さんのこんばんはと、こんばんあ、こは。んばんこんばんは。は。はい、こんばんは。よろしくお願いします。願いさあ、し始まめていきましょうか。す。じゃあ、始めましょうか。今女宵は性でのす話ね、からいっか。今宵は村上の虫食い年表を埋める夜と。しまして、村上の年表を、ちょっと、稲森さんと向井さんに。もう、かれこれ、十何年の付き合いじゃないですか。そうね。自社そう、ご自もう社そんな金融もんでですね。早いもんで。まあ、ちょうどダイアンぐらいやな。そうな。芸人さんで言うた ら。芸ダイさアンんもっね、と言ってんじゃもうないの？20年超えてるか。20 20年年超えてるかな？超えてぐらるい。か、かもおし付れんき合ね。い。ですので、ちょっと、これ、
度忘れしちゃっていろいろ過去のことが、はい、ちょっとあんまり思い出せなくて、うん、名森さんと向井さんにちょっと穴埋めを、はい、虫食いの穴埋めを、そういうことか。あ、ごめんなさい、いやコメント欄でミートさんが虫のマークついてるから青虫のマーク書いてるからどういうことなんやろうって今考えてて、あ、そういうことか。虫食いの虫か。え、向井さん、サムネイル作ったんじゃん。いや作ったけど作ったけどパッて一瞬繋がらんくて、はい、青虫と思って、いや私もなんで虫と思ってたらそうやんな。なんでな、みんな分かってたよコメント。もう俺もう完全に分かったよ、うん、いやその年表が頭に入ってたから、うん、さあやっていきましょうか。はい、いいですか向井さん、稲森さん、最初の設定聞いてましたか僕の。んえ、何すか、虫に夢中で聞いてなかったんじゃない。そうですね、よくないとかやで2人の、そうやって人の話を聞いてない、はい、ごめんなさいごめんなさい、今日の年表を埋められるか不安になってきたわ。あ、やめて、あのコメント欄のね、コメント欄読んでたら気になって、だってミートさんがさすが年はすぐ芸人で例えられるっていうさ、ダイアンのこともおっしゃってくれてたり、うんうん、あとミートさんが 虫食いですってちゃんと虫のこと説明してくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということでね、稲森さんと向井さんには喋ってるはずなんですよ。ああ多分ね、全てを、うん、で俺がもし何かあった時に、うん、後世に語り継ぐのは2人じゃないですか。うん、おお。あ、井の竹さん、井の竹さんがこんばんはって、井の竹さんがこんばんは。素晴らしい。稲森さんと向井さんに前提をしっかり喋っているところです、はい、井の竹さん。はい、聞いてます。今、稲森と向井はしっかりと聞いています。後世の語り継ぐためには、ちょっとやっぱり知っておいてもらわなあかんなと。うん、そうね、そうね。ただ俺、まあね、忘れちゃって。じゃあもうどうしようもない。正解って誰が知ってるうちの。ということでコメント欄の皆さんもぜひ、見てもらっている皆さんも村上のクロニクルを見ていただけたらなと思っております。うちらで決めるってことやな、クロニクルをうちらで決めるんやな、みんなでな、はい、今日今晩な決めよう、はい、もしくはあれ近いことを言うたら村上さんが思い出すんじゃない。ああるな、確かにな、うん、協力してください。そうやな、わ、はい、かりました、頑張るぞ、うん、お願いして、はい、うん、じゃあ早速いきますね、はい、あ、お願いします。はい、じゃあ年表出します。こちらです、ズドン、見えますか。はいはい、はい、うーん、こんな感じで、はい、年表を作りました、うん、さ、画面見えてますかね、うん、ちょっとちっちゃいとかあれば、はい、 OK、 どう、はい、結構でかくしてるカズエルさんが、はい、頑張って歴史改変しますってミートさんが壮大だなって、うんうん、まあほぼ演劇をやってる人生なんですが、はい、まあね、まあね、はい、ちょっとまずこう俺ここから行こうか、1984年に、うん、はい、うん、俺どこで生まれたか全然思い出せへんくて、これまあイージーじゃん、相当岩倉という町ではあるね、うん、うん、いや俺どこで生まれたんやったっけなって全然、うん、え、ちょっと待って、うん、不安になってきた、うん、え、これめっちゃイージーちゃうの、これはイージーやと思うけど、イージーじゃなかったんかな、うん、え、何ですか、これ言うていいんかな、はい、どうぞ、え、でもどっちやろ、え、でも、や、八幡市かな、八幡市、八幡、いや、確かな。亀岡市かな。ちょっと、ちゃんと当てに来てもらって大丈夫です。え、広島市じゃない。あ、村上水軍ね。なるほどね。広島親父なんですよね。あ、親父か。あ、お父さんのだけなんか。なんや。あ、ミートさんが文字めっちゃ見やすいですって。さすが村上さん。ありがとう。これもう、ストレートに考えてもらって大丈夫ですよ。ストレート？うん。でもまあ、岩倉がある町やもんな。え、これ、もう言うていいんですか、多分これかな。いやいや、そう、そんな、なんかこう、プロレスしなくていいですよ。大丈夫？え、じゃあ、え、京都じゃないの？はい、京都市です。覚えてんのかい？覚えてるやん。はい。
かずるさん全然わかんないって。稲森さん。嘘つけ。全然わかんないですよ。嘘、かずるさん茶番しなくていいですよ。いやいや、カズユールさんやん。カズユールさんが全然わからない。全然わからへんって。じゃあ、稲森さんと向井さんが、亀岡市とか、はい、八幡とか。いや、近辺からな。近辺からちょっと。はい、まあ、これはまあまあか、ね、京都市簡単やったんで、ちょっとプロレスさせてもらったけど、うん、ね、それはもう、わからないで。今日はマジでお願いします。うん。ミートさん、1年くらい押してきて、村上さんの生まれた市もわからないなんて。それは。嘆きが今日覚えてもらってね、うん、覚えて帰ってもらって、稲森さんの向井さん、うん、本気で来てください。オッケーオッケーオッケー、分かった、はい、別に秒で答えてもらってもいいですし、オッケーオッケー、はい、了解。京都市で生まれました、うん、でプロフィールに書くときに京都市生まれって書いたら稲森さんと向井さん怒られたやん。お、なんで、いや怒ってはない、京都府にしてくださいって。ああ、それはちょっとややこしいからと思んちゃく、そりゃそうでしょ、うん、そうですやん、そのそうでしょ、そう、そうでしょって、はい、このやっぱりみんな大阪とか奈良の一人京都市っつったらややこしいやん。ほら、なんか私も大和高田市って言わなあかんのかって感じやん、うん、大和高田市どこ、うん、ってなるもんな、うんうん、そんなこともありました。京都市生まれでございます、はい、幼少期、はい、絵本の読み聞かせとかをね、よくしてもらって、うん、創作話をお母さんに聞かせてもらっている幼少期を育ちました、うん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 、あ、ミートさんが京都市じゃダメなんですかと、うん、稲森さんと向井さんの中では揃いましょうということで、うん、揃いましょう、そうね、2ではダメだと、うん、なんか2位じゃダメなんですかみたいな言い方やね、うん、いや 京都府はね、僕の中でちょっとえらい、うん、こうちょっとね範囲が違うなと思っただけなんで、ちょっとね、そうやな、あ、なるほどな、京都市外をちょっとあれやな、大丈夫、もういい、もういい、京都市の話京都市外をちょっと、うん、あれな感じで見とんねんな、もう広げないで落外のことをまだ生まれたとこやから俺、はいはい、はい、まだ生まれただけやな、ほんまや、妹とお人形遊びをよくしていたんですね。あ、いいじゃない、これでまあ演劇のこの何かね、うん、あれがあったんかなとは思います、うんうんうん、でこれもうちょっとお二人もう全然プロレスいらないんで思い出してほしい。これじゃない、トミカじゃない、呼んでからにしてもらっていいですか、向井さん。大量の丸丸丸、うん、トミカじゃない。カーティスさせたらプロレス戦でいいって言うたから、みんなだってもう見てるでしょ。違う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 。じゃああれや、将来の夢はディズニーランドのお兄さんやな。もう素人か。そんな言わんでいいやんか、うん、はい、そうですね、ディズニーランドのお兄さんになりたかったり、トミカ、いっぱいトミカを持ってたんですね、はい、はい、というのがございました、はいはい、というのがまずね、うん、村上クロニクルの生まれたところでございます。あ、でも知らなかったな、トミカ持ってるとか。なんでわかった、うん、え、あの車、おもちゃの車ってやっぱトミカでしょ。カーチェイスとくればね。ちょっといい人生だな、うん、俺が。まあまあ、生まれたところ、はい、うん。でもディズニーランドのお兄さんになりたかったなんて初めて見たかもしれない。初めて見た。そう、保育園の卒業式の時には行ったことなかったけど、うん、友達の T シャツ見て、あれになりたいって言って。そしたら先生に、ディズニーランドで働きたいってことやねって言われて。お、うん、違うみたいな。うん、なんか ミートさんがお人形遊びいいお兄ちゃんですね、ディズニーランドのお兄さん意外、ね、村上少年かわいいなと。ありがとうございます。その中カズユルさんがほえーとおっしゃってます。ほえー、まあ、ほえーの回です今日は、うん、なんとなくね、まあ、確かに村上という人間を知ってから演劇見るとさらに面白くなるんじゃないかなという、うん、心の中で言う時ってほえーってなるもんな、へーってなるもんな。なる、うん、なるほど。次、作家の背景を、ね、知るとね、うん、作品が面白くなりますので、うん、ぜひちょっと試みております、うん、では次、小学校入学編でございます、はい、お、埋めたいぞ穴、はい、じゃあ小学校に行きます、よしよし、はい、習い事、うん、俺結構してて、へえ、誘われて水泳、うん、十字、うん、あともう一個思い出せへんな、これをしても、バスケットボールもしたんやけど、バスケットボールはちょっと、はいはいはい、わかった、
わかった。その前にミートさんがディズニーランドはいくつの時に行ってた、あ、初めて行ったんですかって村上さん。これ、うん、そう、ミートさん。これ、今日、うん、そう、ミートさん、いい質問でございます。うんうん、俺、行ったことなくて、将来の夢をディズニーランドの兄さんにしてて。え？で、その後行くで。うん、初めて。行ったことなかった。え、じゃあ、いくつで行ったんですか？だから小1なる前かな。うーん、春休みとかそんな、うん、卒業式が終わった後に行きました。うん、で友達の、うん、そう、今そのシャツを見てあれになりたいっつって、うんうん、あれになりたい、友達がアンパンマンになりたいかなんか書いてて、うん、俺はあの T シャツになりたいみたいな、 T シャツのあの、うん、でディズニーランドで働きたいのって聞かれて、うん、違うって言って、俺は先生、うん、違うと、うん、じゃあディズニーランドのお兄さんにしとこうかって、うん、うーんって言いながら絵を描いて卒園式で発表して、うん、だまあおおむねってことやな、おおむねそんな感じやったってことや、うん、だからおとんとおかんがびっくりしてて、うん、この子行ったことないのになんでディズニーランドで働きたいんやろみたいな確かにな、まあ、確かに、まあみんなの前に立ちたかって、うん、なるほど、あーミートさんが可愛いっておっしゃってくれてますよ。カズルさん、想像上の存在になりたかったんですね。でもそういうことだと思います。そういうことか。ファンタジーよね。ファンタジーになりたかったんですね。うん、なるほどね。はい、じゃあ小学生編戻りますね。はい。うん、はい。習字丸々をしていたと、うん、習い事。もう一個。え、これあれじゃないですか。え、言うていいんですか。うん、サッカーじゃない。あーっぽいな。なんかサッカー慣れてませんでした？はい。ああ、合ってた。サッカー、うん。この頃サッカーをやってて、今の演劇 の、 この立ち位置とかね、うん、いろんなポジショニングとかはこの時にサッカーで学んでるから。まあもう一回生かされてる。なるほど。うん、右と左も、うん、蹴る足が右って覚えてたから。あ、もうご飯食べるやつなくて。そうそうそう。はい、その下いきます。うん、あ、これ誰だったかな、なんとか涼子のファンでお年玉でビデオ買ったんですよね。ビデオ出してる涼子やろ、ビデオ出してる涼子、ビデオ、え、村上さんの世代やろ、みんななんとか涼子、広瀬はもっと後やな多分な、うん、小学校全然もうちょっと大人になってからやな、あ、そこ広瀬もおったか、一番初め国中涼子かなと思ったけど、そんなわけないな。チュラさん、チュラさんビデオ、うん、チュラさんのビデオってこと、稲森さん、うん、はい、広瀬涼子やわ。広瀬涼子なんや。え、広瀬涼子ってもっと後じゃないの、え、マジで。広瀬涼子小学校のはず、え、小学校だっけ、だって広瀬涼子ってだって出てきた時高校生ぐらいでしょ、うん、ああ広瀬がね、広末が高校生ぐらいでしょ、うん、っていうことはまあでも10個ぐらいちゃうんか、うちら、うん、広末と私らって10個ぐらいちゃうんか、はい、うん、村上さん、村上さんが好きな女優さんってあの一人しか浮かばんかったんやけど、名前が出てこへん、いなもわかる、篠崎愛のこと、じゃあじゃあじゃあ篠崎愛じゃない、まあ女優じゃないもんな、ちょっといろいろ言わんといて、あ、ごめんあれ、あ、ごめんごめん、でもあの人やんか、結構ゴールしっかり映画ドラマとか出てくる、吉住、吉住じゃないよ、あ、でも広瀬涼子の下りがちょっと早かったわ、91年の頃になってから96年とかやから、うん、多分、あ、そうよね、そうよね、もうちょっと後ないけど、もうちょっと、ね、小学校の時はあの、あの広瀬淳、あ、違う、広瀬涼子のファンで、うん、広瀬淳ってだ、ね、あ、まあね、広瀬涼子のファンでした、うん、あ、もうあれが気になって今しゃあないわ、あの女優さんの名前が、え、ちょっと待って、当てよ、村上さんが一番、いやいやいや、村上さんが好きな、いやでも全然あの、え、有名、村上さん言うてましたよ、あのもともと眉毛ちょっとこうおぼこい感じで出てきて今すごい綺麗になってる、石原さとみじゃなくて、そう、石原さとみ、お、大学やな、あれ大学か、石原さとみ、あ、そうやったっけ、うん、そのイメージ、うん、そのイメージが強かった、石原さとみさん、うん、ね、うん、まああの、そう、そんなこともありました、
なんかどんどんバラされていくの怖いな。それぐらいでも。はい。和弘さん、ビデオそう、ビデオが気になるよな。カレンダーとか。あ、ほんま、ちょっとじゃなくて、ビデオ。なんか、まあ、ビデオみたいなのが出たんですよね。あれかな、マジでこれさ、お前のあたりとかな。そのビデオ。かな、うん。ローソンで買ったから。うん、あ、はい、その頃ローソンってもうあったんやな。ローソンはあるやん。どんな昔やと思って。ちょっといいですか、続きまして。はい。はい、小3の時に、うん、これお言ったことあるかもしれない。作文用紙3枚でいい小説を何枚書いたでしょうか。これだったら丸が2つっていうことは絶対2桁ってことやな。うん。うん、村上さん、そうやな。え、枚数ですか、うん、厚さセンチじゃなくて枚数ですか枚数。いや、一回すごい稽古場にこんな束も印刷してきてくれたことあったじゃないですか。一人分がこれぐらいある束、うん、あったじゃないですか。早上がるのかな。そうですね。それではなくて。うん、8時間あったやつな。すごい。全部読んだら8時間か。あったね。でも、まあ、これもここで大丈夫ですよ。ね、うん、だから結局賞の最終選考に残った素晴らしい作品ですから。ミントさんは将来脚本家になる人だから相当書いたんだろうなと。そう、はい、そういうことね。うん。さん10枚とか。もうちょっと書いてるかな。書いてそう。カズルさんすごい。あ、33枚くらい。当たり？ひょっとして。まあ、30枚ぐらいにしてたんやけど、37とか4とかそんな忘れたけど、ちょっと合わせたけど30枚ぐらいを。すごいね。あのクラスで30枚以上書いてきましたみたいな言ってもらったのがすごい覚えてる、うんうん、カズルさんそんなにって言ってるやん適当に言ったな3がいっぱいでこの頃の将来で小3の時3枚でいいの30枚は3がいっぱいやね将来の夢、うん、これはあれじゃないですか、シンガーソングライターじゃない、そうだってもうこうなるやんもしくはもしくは吉野家、うん、吉野家もしくは、ま、ごめんごめん松屋、今松屋違うな、うん、何やろ、画家、あ、じゃあ自他品はカズルさん中川家ってあ、でもその頃に中川家たやってたもんな、中川家になりたい、あ、うん、作詞家ね、あ、作詞家、そうだね、作詞家にもなりたかった、ミートさん正解だけどここは違う、あ、そうなんや、正解、作詞家、え、じゃあもう、じゃあ作曲、作曲、あ、いや脚本家ちゃうやん、画家、あ、画家言うたわ、ちゃうやん、書道家や、書道家、あのでっかいでっかい筆でこうダンスしながら、ダンスしながらこう。さくらさんが落語家って。落語家じゃない。あ、ミートさん出た。漫画家？そうや、言ったわ。漫画家言ってたわ。実は漫画家になりたかったんですよね。ね、うん、卒業文集は漫画家でしたね。なるほど。でも漫画描いて、友達にバカにされてめっちゃ喧嘩になったけど。うん、あはい。1995年。はい。初めて作詞しました。はい。はい。みんなそのぐらいになりたい村上少年は、うん、この頃小5かな6かな、小5小6で初めて作詞をしました、なんやろ、うん、びっくり、うん、びっくり、うん、びっくり、びっくり、なんやろ、これはもうカルトです、ね、でもこれさ、この間の稽古場で、え、この間の稽古場言ってた、有害リリシズムで、そう、え、そう言ってる、どっかの配信でも言ってんねこれ、うん、あ、言ってたかな、これを将来、うん、少女時代カラやったかな、カラが同じ名前のタイトルで出してる、カラは出た、思い出した、何、え、すごい、カラ、カラで分かった、うん、何、カラと同じじゃないですか、カラやったかな、なんか、うん、じゃ、同じじゃないですかみたいなコメント欄で流れてたと思う、うん、どの回か合わせた、ゴーゴーサマーや、あー、正解、ゴーゴーサマー、不本意やこんな、これ一発で当てるのなんか不本意やわなんでやねんゴーゴーサマーでした、そう、あー、ゴーゴーサマーね、うん、あったな、カラの曲で、そう、うん、俺あれ出た時ビビったわ
いや、まあ、つきそうな名前や。ミートさんはカラの曲が1曲しか出てなかった。タクシーかな。タクシーって少女時代じゃん。あ、タクシー少女時代。カラじゃないの。ミスターじゃない。タクシーみたい。あれ、ミスターってどんなっけ。ミスターやったっけ。どんなやったっけ。懐かしいですね。懐かしい。ゴボウ様は、これは俺の中では、歌おうか、歌わんでいい。あ、歌ったら、あれじゃないですか、著作権引っかかるんじゃないですか。ジャスラック登録してるの。俺の曲や、俺の曲。ジャスラックが後でこれ、あの、アップロードしないでくださいって。うん、今度、あの企画やりたいですよ。ゴーゴー様の2番を考えようっていう。1番も知らんのに?1 番はまた教えるやん。なるほどな。ゴーゴー。ミートさんか。やっぱタクシーは少女時代って言ってたから、少女時代かな。多分そうやね。多分そうやね。ナビのワンフレーズだけ教えようか。うん。はい。1番目の。ゴーゴー様、俺たちの様っていうね。びっくりマークが3つ出てきました。途中でラップも入るんですよ、あ、もうすでにラップパート、うん、早い早い先取りしてたんですね、うん、フライドキッズやな、暑い夏みたいな、はいね、感じとしてはやっぱなんかあれやな、これどう取られるか分からへんけど、オレンジレンジっぽいセンスってことやな、多分な、あ、ちょっとちゃう、違う、ね、違う、なんやねん、ダパップ、あ、ダパンプ、あー、ゴーゴー様も影響を受けてるんですけど、うんうん、これスピードなんですよ。ゴーゴーヘブンってこと？そう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 。うん、ああ、だから、フロム沖縄が好きやったってことやな。フロム沖縄やったんかもしれないですね。うん。さくら、ミートさんがこれ CD 出すしかで、さくらさん、ショート動画で披露してください。これどっかで披露できたらいいですね、本気のやつ、うん、俺の本気のゴボウ、俺の本気の本気の、だって小学生からずっと歌ってる曲やん、でこのまま、そうなんですか、歌えなくなったらもう誰にも伝わらずに死んでしまうわけやん、あ、じゃあ残それ残しておいた方がいいですね、そう、永久保存版にしないと、うん、楽譜書いてね、うん、Hey You Me って言うね途中で、どういうこと、ヘイユミ、ゴーゴーサマー、俺たちのサマー、なんか途中でヘイユミっていうフレーズがあるね、どんな気持ち今いや歌いたい、めっちゃ歌いたい、めっちゃ歌いたい、全部、じゃあもうそれちょっとショート動画出しましょう、なんか後世にちょっとゴーゴーサマーを後世に残す回やろ、うん、ミートさんも言ってます、後世に残しましょう、残しましょう、うん、みんな賛成です、うん、やった、はい、じゃあちょっとこれどっかの会議あります、ゴーゴー様を後世に残す、わかりました、はい、はい、やらさせてください、はい、ちょっと申し訳ない、はい、これだけはやってもろて、はい、うん、じゃあ行きましょう、中学生編です、はい、はい、ね、はいはい、中学生思い出したけどこれしかなかった記憶は、あー分かった、中学入学1997年しました、演劇部入部、うん、〇〇マリのファン、これはもうあれですか、矢口マリじゃないですか、正解です。いいよね。なんかいいよね、村上さん。矢口真理と広瀬涼子が好きってなんかいいよね。うん、そういいよね。この後ぐらいにカゴアイも好きやったからな。うん、いいよね。ちょっとやんちゃな女の子が好き。でも みんなが好きになっていくんじゃない？ね、そうやな、うん。そういうことやな。まあまあ、こんな時代も、そう、ミードさん、モームス時代ですね。もうモームス全盛期で誰派みたいな。うん、稲森さんがこの時代に受けてたっていうことですね、小学生やからちょうどそのくらいや、ちょうどあったくらい、うん、でもこれ正確に言うとモーニング娘。のオーディションじゃなくて受かったのは平家道夫さんなんですよ、うん、あれ平家道夫やったっけ、あれ平家道夫、ね、どっちで、あ、ちゃうわ、平家道夫じゃないわ、平家道夫さんはもうデビューしてたんや、うん、で平家道夫さんと同じような感じでデビューするみたいな、うん、あ、何やったかな、なんかでもすげえ歌の上手い人が合格してたような気がするな。まあいいや、モーニング娘。はそうなんです。モームス推しだった時代もありました。稲森さんがよく覚えてますね、やっぱり。ちょっとだけね、関わってる。ちょっとね、人生に関わってますね。うん、で中学の時代はちょっとね、うん、急に濃い、もう大
恋愛をしまして、うん、出会い方を思いをしまして、うん、それぐらいしか記憶いなくて、はい、ちょっと、うん、相手のこともあるんで、そこはちょっと避けました。はい、うん、まあね、相手の出席番号は何番とかやりたかったけど、うん、こっち悪いなそれ、うん、ちょっと良くないかなと思って、ちょっと大人の配慮でここに行きたいと思います。いいと思います。はい、はい、高校入学しました。うん、これで村上マニアなら覚えておいてほしい。高校1年生の頃これ分かりましたよ。でも稲本さんに譲ろうかな。え、いいよ、私ゴーゴー様取ったし。うちもゴーゴー様取ったし、いいよ。でこの競技部に所属した時に死の危険を感じて演劇部に入学って感じ、入部しました。え、稲本さんほんまいい言うて。いいよ。自転車でしょ。はい、正解です。まあ、イージーですね。ユーグレ社のお二人にとってはイージーでしたね。うん、これはイージーです。イージーですね。まあ、自転車競技の中でも、やっぱりこう、演劇のエッセンスを感じながら自転車をしてた。うん、で先輩めっちゃ怖かったんですよね。自転車競技怖いというか、まあ、厳しかった、うん、だったっていうか、二人しかいなくて。うん、ああ。先輩は京都市で、上から数えて何番目とか。うん、1番、2番とかすごい先輩で、俺京都下から数えて3番目とかそんなやって、うん、そう、一緒に練習するのきついっすね。そうっす、うん、2人っきりの、部活でございました。なるほどな。村上さん自助伝出しましょうと、うん、村上さん高校入学した時に私は誕生したのかと。え、2000年です。え、あ、2000年か、すごい。え、2000、ちょっと待って、2000年って23年前、そういうことです。怖で、この後初めて作曲をします。作詞作曲を、はい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 。その曲のタイトル、ああ、君が好きだから精一杯ほろほろほろって言います。で、高校時代に果実のミーとかラブファイトデートとか30曲ほど手がけます。すごい多作。そう、そうな、多作なんです。めっちゃ多作。うん。全部歌えるよ、果実の実も、ラブファイトも、デートも、リクエストあれば。うん。そうですね。ちょっとでも、ちょっと頑張って当ててみて。ああ、君が好きだから精一杯、もう文脈で当てて、精一杯、ふんふんって言います。あ、え、3文字。あれじゃない、頑張って言いますね。ミントさん、大好き。激ムズ音だ。ああ。大好きって言います、うん、正解出ましたね。ん、頑張っています。おうおうおお。3文字。3文字な。歌っていますとかかなと思ったけど、文字数足りひんしな。あ、ちょっと、親切な虫食いにしてしまいましたね。うん。なるほど。虫がうまいこと食べていったんですね、一文字ずつ。まとめて食べやんと。だから、ああ、君が好きだから精一杯頑張っていますとか、うん、うん、果実のミーとか、うん、ラブファイトとか、デートとか、また機会があればね。すいません、ちょっと果実のミーだけ気になって。そう、みんなに言われて、何が気になった？果実って、うん、果実、ミーのことじゃないですか。うん、のミーってどういうことなんですか？果実のミーやんか。俺これ中学から、じゃ高校からずっとこの説明してんのよ。みんなに言われねえ。みんな聞くでしょ、多分。みんな聞く。じゃんと。そのみって何て。だから、果実のみんやんって。果実のこれは、終わらんやつやな。終わらん。わかりました。いや、まあ、そうやな。その、理解できたからと言ってっていう、うん、とこあるしな。うん。歌って。でも曲は、うん、その、ギター、え、曲とかすっごいよく聞く。お兄さんみたいだけど、うん、すごいっつって褒められた。うえ、うん、ミートさんがこれは全曲ショートだなって。いや、いつかね、ちょっとやりたいですけど。うん、いや、凡人には理解しないって。果実のミーでしょ？果実のミー。ミーが重なってんもんな、ミーのミーで感じが。いや、いい曲なのよ、これ。うん、果実のミーは、うん。まあまあ、そうね。国語的にね。うん、あれやから、うん、正しいとかさ、うん、そういう理解がとか、うん、曲の良さとはまた別やもんね、うん、多分ね。果実のサビだけ歌っとくか。お、歌います。どうぞ。聞こうかな。ずっと大人になりたくてっていうサビやね。
ずっと探し続けてたとかそんなよね。My youth days, oh oh my youth days, yeah yeah my youth days, my youth days って曲やね。青いっすね。確かに。青やろ。ここやもんな。うん、ここ果実じゃないやろ。うん。みやねん。覚えてて。果実のみやねん。おぉ。やばい、覚えて。果実のみ。果実のみやない。果実のみやねん。みな。うん、オッケーオッケー。わかった。カズールさんがフルアルバム期待です。あ、でもアルバム出してんのよ、俺。自分で作ってんねん。うん。この頃アルバムタイトルは自家製っていうアルバム作ってるんですよ。それ ありそうやな。それね、今度は物販で売ったんじゃないですか。いや、一回物販でガチャやった時にちょっとだけ出した。うん、あ、出した。一人だけもらう、このように。あ、あれか、中に当たりがあったらもらえるみたいな感じで、ね、それでやってたね。唯一持ってる人がいます。カズルさん、ウェーって何にウェーやる。いや、さっきの俺の生歌やろ。ああ生歌に反応が困ったやろ。急にアカペラで知らん曲で歌い出した。ウェーって、俺そう、歌は上手くないんですよ。ただ作るのはすごい好きっていう、うん、ちょっと変わった、うん、はい。そして続きましていきます。高校時代、小劇場と出会います。はい、うん、2002年、小劇場に衝撃を受けると。はい、これね、あの、電子医科学館っていうあの劇団なんですけど、その劇を見に行って、うん、衝撃を、はい、いやもう俺はこの世界でやっていくぞと。うん、もう高校を辞めるとまで言ったんですよ。うん。お全員に反対されて。はい。はい。全員よ。相談した全員に。うん。お父さんにもお母さんにも。うん、高校は出なさいと。うん。うん、誰一人として賛成してくれなかったんですけど。うん。うん、高校辞めて京都の衝撃場入れてやばいやろ。いや、どうかな。いや、どう、まあまあ、どそうやな。高校は出ときって言うかもしれへんな、うんうん、やばいかどうか分からんけど。そうで、よく言われたのは演劇で何したいのと、うん、で俺は劇団を作りたいと、自分の、うん、いつか、うんうん、で2002年にそれを語ってて周りに、うん、30歳まではそれをやりたいっていう、うん、で高校に残ることを決めて大学行こうと、うん、はい、その高校時代に書いた処女戯曲、うん、もう紙として残ってませんが、うん、この試し書きは残ってますが、処女戯、うん、善と悪、これは、うん、の葛藤劇、うん、これはあのホームページのアーカイブのプロフィールかな、プロフィールかな、プロフィールの俺の欄にも一応、今日ホームページ触ってたのにゃ。これ意外と知らないですよね、稲村さんも。うん、知らへん。でも文脈でこれもいきましょう。善と悪の葛藤劇。いや、二択やと思うね、これやっぱ善と悪ってなって三文字の時点でな。何、天使か悪魔やねん。あ、そっか、おのれかなと思ってたわ。おのれの葛藤劇。あ、天使の葛藤劇か悪魔の葛藤劇か、おのれの葛藤劇、全部違います。あれ、なんやろ。これは、あれです、あの男の子が遅刻しそうなんですよ、冒頭。うん。それで。冒頭？冒頭遅刻。あ、冒頭ね。うん、遅刻そう。すごい不条理劇かと思いました。ボーと一緒に遅刻しそうなんかなと思って。冒頭ね、冒頭ね、遅刻しそうで始まって、うん、天使と悪魔が出てきて、うん、まあ、善と悪が出てきて、うん、バスに乗って遅刻しようっていう悪魔と、うん、走って行って汗だくでもいいからとりあえず遅刻は免れようという善が戦うみたいな、うんうん、俺はその時出てたんやけど、うん、僕は MC 佐野っていう、うん、うん、え、あ、佐野、そう、佐野の葛藤劇、違う、違うの、うん、じゃあ右脳や、右脳の葛藤劇や、違う、
でも人の一部、うん、心、うっ、待って、あ、心の葛藤劇、正解、あ、なるほどね、心の葛藤劇と、うん、これ覚えといて、うん、これが創造技術です、はい、ミートさん脳系じゃないんですか、脳系って何あ、海馬の葛藤劇とか前頭葉の葛藤劇とか、それそれ系この頃友達と漫才コンビを組みました、はい、このハハハバリバリ同盟という結成して漫才を披露しました、うん、これ先輩にはチュートリアルさんがいて、後輩にはミキがいる学校なんですよ、うん、すごいよ、うん、おいでやす小田さんはもう一個上かな、うん、うん、あ、チュートリアルさん、オイディアスさん、うん、俺ら、ミキ。さあ。それの中で、うん、バリバリ。バリバリ同盟。777、バリバリ同盟。これ文脈で考えてください。知らなくても大丈夫。文脈で？文脈？すごいと。何やろ。バリバリ。おもしろ。おもじゃな。ま、何やろ、バリバリ。ふんふん、バリバリ。ブンブン、あ、違うわ。6文字やで、向井。6文字だよな。マジックテープ。どういうこと？どういうこと？あ、マジックテープ。いいの？カズルさん、いいですね。マジックテープ、バリバリ。バリ同盟ってめっちゃ可愛いやん。うん、もう分かんないですか、言いましょうか、ちょっと待って、ちょっと、ミートさん、ミートさん、そうそう、うん、ジャルジャル的な、そう、あ、そう、ジャン、うん、なんて、向井さん、ジャンジャンバリバリ同盟、正解、あ、井上さん、ジャンジャン、正解、カズルさんも、井上さんも、なるほどな、ジャンジャが、ジャンジャン、ジャンジャンがや、ジャンジャンバリバリ同盟という、これコント台本とかも残ってるんでね。わ、すごい、うん、ほぼ江戸紫さんのパクリでしたが、あ、スーパーボール、ショートコントや、はい、そしてここからいよいよ大学に入ります、ここからサクサクいきますね、はい、はいはい、大学に入ってね、稲森さんと向井さんと出会うわけです、はい、劇団を作りたいと高校時代に語っていた村上が大学に入って仲間を集めます、うん、はい、大学入学します、はい、丸スペシャルとゴーイングステディなどの青春パンクと呼ばれる世代の影響を受けると、うん、もう言ってください、ガガガガガスペシャル正解です、うん、2005年夕暮れ社ヤワトコユニットの前身、はい、企画ヤワトコユニット、実は夕暮れ社ヤワトコユニットっていう名前は後々2008年頃に作った、うん、あ、そうやったか、企画ヤワトコユニットという名前で最初やりました、さて、はい、何でしょう、はい。向井さん分かってるかもしれない。私分かってます。稲森さん分かってる。分かってる、これは。意外と知ると思った。この時期、そうね。じゃあ、せーので言ってください。せーの。はい、コント。コント企画。あ、やっぱり、夕暮れ社クイズはちょっとイージーですね。うん、で2005年にコント企画、弱男ユニットとして第1回公演を打ちます。5月、うんうん。で、2、3、4と、もうこの年に4本打つと。うん、ミートさんがそろそろ出会うのではって言って、そうですね、ここで出会ってるな、もう出会ってる、やってますね、2回公演を稲森さんが見てくれて、うん、第3回公演に稲森さん出演したと、うん、そうやね、ブルーヤが無責任時代と、うん、ですね、はい、で向井さんはもう少し後かな、その後かな、うん、うん、で学生展示企画点々一般大賞みたいな、うん、賞が学生の時あったんですが、それの大賞を受賞したと。うん、で、息取りまして2006年、卒業制作。まあ、学生時代11本ぐらい、ね、お芝居やりましたが、ちょっと割愛しております。うん。当社の歴史はね、ちょっとね、割愛してます、だいぶ。うん。だいたい知ってるもんな。知ってるもんな。こんな感じで、こう、ガンガンいきますね。はい。わ、いっぱい作品作ってるな。書ききれてないですから。うん。今日はね、知ってる歴史じゃなくて知らない歴史を行きたいので、2014年、うん、初めて海外へ、どこの映画祭、これあれじゃないですか、タイヤ、はい、ブー、え、違う、韓国、ああ初めて行ったのは韓国でございました、
なんでやろう、なんでタイやと思ったの。ミドさんの大学の卒業制作って劇だったんですねと。実は劇じゃ、劇をするのが通例なんですが、うん、あの、ヨアトコユニットって同級生やってたんですが、そのヨアトコユニットは上演ができなかったんですよ。グループが分解してしまって。うん。うん、で決まってんのね。みんなができるわけじゃないのよね。そう、何で賞を取ったかというと、戯曲、一人で書いた戯曲なんですが、戯曲で賞を取ったと。うんうん、で、そんな時に向井さんとか稲森さんが一緒に講演をしてくれたんですね。うん。俺が、ああ、もう卒業制作できなかったっていう時に一緒に講演してくれたのが稲森さんと向井さん。うん、はい。ホワイエでやりましたね。ホワイエで、そうそうそう。劇場の中じゃなくてホワイエでやりましたね、うん。外でね。はい。そんなことがありました。なかなかのエモい2006年です。はい。うん。これだけでも語れるかもしれませんが、ちょっと、ね。なので、稲森さんとかさ、もう2005年ぐらいから一緒に。2006、うん。いや、でも2006年のこれだけちょっとあの言わせてほしいねんけど、舞台美術がちょっと倒れそうになって、うん、あ、それを向井さんがこうロープでね一生懸命止めてたっていうね、うん、そういうことがあったなっていうのを今思いました。思い出しましたね。マジ死ぬと思ったな村上さんが。でもこの真ん中にな穴が開いとってな、出入り口の、うん、でうまいことあの穴のところに村上さんたちがスポッて行けば大丈夫かなと思いつつ、うん、ドリフみたいになったらいけるかなと思ってた。うん、うんうん、もう暗くをすでにドリフかしか、あ、そう、暗い旅でも一度、うん、これやった紹介してくれ、ね、うん、あ、そうか、そうやな、その話してたな、うん、はい。でご存知の方もいるかなと思います。で韓国の映画祭に初めて出席しました、うん、でなんだかんだ新進気鋭の演出家に選ばれたり、はい、あるという作品を上演して、うん、別に優勝ノミネートしました。まあこの歴史は、うん、まあまあウィキペディアにも載ってますんで割愛させていただいて、お、うん、ミートさんがこれはウィキペディア欲しいって言ってくれてますと、あるんですか。あるよ、あるよ。見てください。あ、追加ぜひ見てください。はい、追加、これもでもかなりマニアックですからね。あの追加するとことし、いろいろ選別していただけたらと思います。で、はい、今年 OMS 戯曲賞をノミネートしました。はい、丸万円で北海道旅行3日。これ知らんわ。北海道行ってたことさえ知らんわ。うん、うん、知らん。3日間。さて、3日間。あれ ?2017 年、もう1個前やったかな。うん、この OMS の1個前やわ。まあまあ。京都から、関空乗って。うん。村上さん、やっぱり安い値段で行きそうやもんな。安い値段で行かんと、こんなクイズ出さへんもんな。そう。自慢です。今でも自慢。コロナ前です。北海道行くやつ1万それは1万は北陸も行けへんな、行って帰ってこれへんな。2万、3万。 あ、どっち。正解は3万です。うえ、安っ。めっちゃいいホテル。へえ。飛行機付き、うん、すごない。はい、すごい。なんでそんな行けたん。え、いや、安かったし。セール。大丈夫ですか、その飛行機屋根ついてましたか。JAL って書いてたわ。あ、そうか。あの北海道の空港のところでパラシュートで降りたりしなかったですか。ちょっと、一回着陸したらあれやし、このここから行けって。時期が真冬やったんですよ。雪がね。うん。うん、すごい季節には行きましたが。すごく良かった。あ、ミートさんが京都来た時だったそうです。おお、近いでした。はい、どんどん行きたいと思います。東南アジアリサーチ5カ国行きました、この後。これ、5ね、何個か覚えてんねんけどな。ここはちょっともう、うん、いや、ここは、はい、タイと、まずね、うん、まずフィリピンでしょ。うん。で、インドネシア行って、うん。シンガポール行って、うん、マレーシアで、うん、タイですね、うんうん、ちょっとこの辺はちょっともう、うん、割愛、はい、割愛で僕に行きました、はい、北海道に行ったり外国行ったりね、うん、で関西劇祭震災特別賞、そしてフライデーナイト2020年コロナ禍に入りまして失われた金曜日を取り戻そうと、うん、フライデーナイトスタートします、うん、あ、2020か。
そして、3年もやってんの？去年、すごいね。2022年、うん。はい、去年の話からいきます。以上でしょうか。はい、一度ね。はい、はあ、ここから、ここからもういっぱいあるからね。いきます。フライデーナイトがスタートしました。コロナ禍に入ります。うん。ユーバイ・リリシズムという作品を上演しました。うん。その時、リサーチとして5日間、どこかへリサーチに行きました。あ、え、山口。正解。早い。山口県。コロナ禍で、うん、コロナ禍でした。これ何ウイルスだったっけ？なんか、メイボのウイルスやな。うん、ウイルスにかかり、メイボウイルスや。メイボウイルス。何やったっけ、名前忘れたな。なんかな、コロナ、コロナウイルスが流行ってる時にかかったウイルスです。何やっけ、名前は。お前さん。アデノウイルスや。アデノウイルス。アデノか。アデノ。だからこれ、ちょっとユーバイリシズム中はね、あんまりこう、病気かかったとか言うと、ちょっとマイナスのイメージかなと思って、あんまりね、世間には言わないようにしてたんですか、うん。目見えてないのに演出してましたもんね、勘、うん、で。目が見えてない中演出をするという見事な見事見事なまあ見事な音でね音で判断してたもんね。音と経験ですね。うん、うん、なるほど、うん、はい。そして年末、これはあれでしょ、帯状疱疹でしょ。帯状疱疹、帯状疱疹やっぱ大人になってね、ちょっと疲れが溜まってくると出るらしいからね、気をつけないとダメですね、うん、皆さんもね。実はアデノウイルスにかかり、年末帯状疱疹にかかるという、うん、コロナウイルスが流行ってるのはずやのに、全然関係ない。しっちゃかめっちゃかやったな。全然関係ない、治るやつにかかると。うん、よかったんか悪かったんか。2023年始まって、もうあらゆる開運を試みまして、うん、なんとか、なんとかなっております、今。うん、カズールさんがそんな大変なことになっていたとは、ヒントさん、大変だ。だから、結構隠しがちなのよ。村上さん、去年どうしたって。いや、どうしたやな、ほんまやな。やばかったよね、俺。なんか LINE で、その、やばかった。今日目が見えてませんので、皆さんよろしくお願いします、みたいな。うん、うん。なんかサングラスかけてやってましたよね。まあ、そう。なんとか乗り切った2022年でした。はい、で、試みを見て、本当に節分とかちゃんとやったし、うん、近くの神社には毎日頭下げてるし。うん。うん、今、開運中でございます。はい。はい、6月最近です。北陸3、うん、これ、だから石川と、石川。うん、富山富山と、もう一個何ある？どこ行ったん？福井？福井。はい。ああ、福井か。これはもう、地理のテストでした。まあ、ひっついてる3県ってことね。はい。昨日も旅行行きました。え、これ富山じゃなくて？違います。どこやろう？淡路島や。俺のインスタを見てる人はわかるはずや。淡路島ちゃうんか？北海道へ行くもスタバだけ行って帰ってくる。違う。行かれてるやろ。どこやろ？三文字やろ？三文字やろ？三文字。京都から。淡路島、北海道。京都から新幹線で30分といえば、京都から新幹線で30分、名古屋？名古屋です。おお、行ったけれども、うん、あ、ミートさんインスタ最近見れてません、ごめんなさい。全然いいです、全然いいです、うん、無理に見ないで、すごいな、見なくて大丈夫。名古屋行ったんですが、うん、ビルとスタバだけ行って帰ってくるという、うん、まあ本を読書をしたくて、うん、で新幹線乗ったんですね。リッチやな。リッチの。そういうこと。本読みたいがために遠出する、うん、よくやるんですが。うん、はい、ね。そして、はい、これはで最後です。村上の最近、うん、最新ニュース。あれ、もう最近ニュースになってるんですね。昨日買ったカバンが、うん、今日サイトを見たら、うん、〇〇円の値下がりをしててショックを受けているNOW。うん、結構やな、これな。結構じゃない。5000円ぐらい？正解？嘘。4000円です。4000円？ああ。ああじゃないよ。ああ。いや、カバンが5000円で売ってたんですよ。
むっちゃショックで、うん、両方新品ね、両方同じサイトで、うんうん、何があったんやろ。今すっごいもうこれフライデーナイトどころちゃうねん。昇進なのね。でこれもしかしたら開運が出てきたんかもしれへんという、うん、そのちょっとカバン今見してもらっていいです？見る、うん、見る見る、うん、4000円安なったカバン、4000円安なったカバン、今のカバンです。いきます。ズドン、うん、このカバンです。ん、 あんま見えない。これ箱ですか？これ箱っぽいやろ、うん、これリュックなんですけど、あ、リュックなんです、リュックなんですけど、これが机になるリュックやね、うん、へー、電車とかでこれを机にして、うん、パソコンね、勉強できます。はは、亀の甲羅みたいなリュックですね。そうっす。これがはは、うん、見えるかな。あ、見えます、見えますよ、うん、優勢が5000円に今日ね下がりしております。皆さんよかったら買ってみてください。気になるリュックで調べてもらったら3話ダイレクトのページが出てきますので、ぜひ買ってみてください。3話ダイレクト、はい、もう6月30日までセールしてるそうですので。なるほど。なんやろな、どう、それで村上さんの気が済むんやったらそうやな、うん、みんな買ってくれ、ね、買ってくれ。とてもいいカバンでございます。ちょっと、はい、なんかけどあんまり入らないけど、はい、ということで村上年表でございました。はい、はい、こうやってあのね、ほぼね演劇をやってましたよね。せやな、大体、ね、演劇のことじゃなくても演劇に関係してきそうな内容ばっかりでしたね、うん、確かに。でアデノウイルスにかかり、帯状疱疹にかかり、うん、カバンが4000円値下がりし1日で、きついな。そうやで、うん、きついなそれはな。ミートさんがいいリュック机になるなんて、脚本家のためのリュック宣伝までするなんて。面白かったですって、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、今日ね、今日一つだけ覚えててください。何ですか？うん、初めて作った曲はゴーゴーサマー。あ、ゴーゴーサマー、そうだね、うん、はい、やりましょう。ゴーゴーサマーを後世に残す夜。わかりました、わかりました。どうでしたか、稲森さん、向井さん、俺の歴史を知って。あ、でも知らんこともありましたね。うんうん、何があれかな、やっぱトミカの車を走り回してたとか。まあそうやな、いやもう、そういうのは何やろうなと、知らんかったなっていうの。ディズニーランドも知らんかったし、うん、じゃあテストしようか。おう、初めて作詞した曲はゴーゴーサマーですが、うん、初めて作曲した、作詞作曲した曲は何でしょう？あれ、何やったっけ？ノーのやつじゃなくて。ノーあれ、作曲やろ？え、ちょっと待って。作曲何やったっけ？あ、頑張ってる。って言います。頑張っています。頑張っています。何やったっけ？なんかに頑張ってんねん。うん、とても頑張っていますみたいな。セカンドシングルは？セカンド？果実の実。覚えてる。やっぱり果実の実なんやって。覚えやすいんやって。果実の実、しばらく覚えてるな。いやでも、そうや、分かった。村上さんがもしね、うん、そんなことは絶対嫌やけど、まあ、うん、なんか志半ばでっていう時も、うん、私は果実の実だけは絶対周りの人に伝えていく。伝えていきますね。果実の実ってどうやってするんやっけ？果実っていうことだけはちゃんと伝えていこうかなって思いますね。はい、うん、初めて作った曲はぜひ振り返って見てみてください。はい、はい、ということで、今夜はこんなところでございました。皆さんありがとうございました。ございます、次回、生配信をちょっと紹介して、終わりたいと思います。はい、次回は7月7日でございます。はい、七夕ですね。はい、はい、向井さん出せそうでした、お願いします。はい、はい、いいじゃない、七夕スペシャルということを出して、はい、ちょっとね演劇チックな回になるかなとは話しておりますが、はい、またちょっと改めて、告知をしたいと思います。七夕スペシャル、
今日は神回でしたねと、クイズ村上氏、ゴーゴーサマー必須ですね。ゴーゴーサマーと果実とミート。果実とミートね、もう忘れないでしょ。はい、またちょっと村上の、過去の曲回もやりましょう。OK です。OK です。楽しみにしておいてもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今僕は高評価押しました。ぜひよろしくお願いいたします。はい、自分でね。それではまた、来週7月7日にお会いしたいたしましょう。この後、坂井ラジオも収録します。また聞いてください。ではでは、皆、はい、さん、良い夜を。良い夜を。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。出した果実の実を胸に刻みながらと。